はい、ナマステ。このビデオは、国際交流基金ニューデリー日本文化センターの、日本語教師育成コース、訪日労働者の労働問題を防ぐことのできる教師を目指しての、第5週の授業の前に見ていただくための、ビデオです。はい、このビデオでは、クリエイティブコモンズを中心にお話をしてみたいと思います。あと OER も少し説明しますね。はい、このビデオを見ていただく、目的はですね、このコースで皆さんが、作る教材を他の先生が安心して使えるようにすることです。こういう使い方をしていいのかなとかわからないと、それ使うことができませんからね。はい、これは使えるんだとちゃんとそれをはっきり見せるときにこのクリエイティブコモンズがとても役に立ちます。あともう一つはその、著作権をね守らないと、この人悪い人なんじゃないというふうに思われてしまうことがあります。インドでは別に悪い人ではなくても、それをその、日本とかヨーロッパの人がそれを見ると、悪い人のように見えてしまうことがあるんですね。なので、それも目的の一つです。はい、じゃあまずその著作権とは何かっていうと、基本的にはその、この、今回はね、教科書の話をしていますから、本とか出していますけど、要するに本でも音楽でも絵でも写真でも、みんなその作った人ですね、それを作った人の権利のことですね。じゃあそのどんな権利があるか、その教科書、ここでは教科書の話ですけど、その教科書を作った人にはどんな権利があるかっていうと、その、教科書をコピーしたり、発表したり、それから変更ね、編集ちょっと変えるとか、そういうことができるのはそれを作った人です。つまり、それを作った人じゃない人、他の人が勝手にコピーして、配ったりすることはできません。はい、で、その、著作、で、それが著作権侵害というふうになってしまうんですね。著作権を守らないっていうのは、その権利を持っていない人が勝手にコピーをして、それを WhatsApp のグループでシェアしたりとかね、そういうことが著作権を守らないという意味です。でもね、その他の人が作った教科書を使いたい時ってありますよね。はい、で、その時にちゃんと正しく使うことができます。でもそれをするのはちょっとかなり面倒くさいんですね。はい、じゃあどうやったらその著作権のある教材を正しく使うことができるかっていうと、一つ目は引用という、使い方ができます。で、この引用っていうのは自分で本を書くときに他の本の中から、少しコピーして、でもその時には誰がこの本、この文を書きましたと言って、それについて説明したりね、そういう時の、使い方です。なので、教科書をね、他の人が作った教科書を自分の教室でも使うとか、そういう時にはこれは役に立ちません。あと、自分で使う時のコピーね、これもしていいんですよ。自分で使うためだけのコピーはしてもいいんですが、これも学校でね、学生に配るような、そういう使う、それは自分で使うためだけではありませんから、それもダメです。はい、学生のためのコピーはダメなんですね。で、それから、しかもこれもですね、ちゃんと自分ではまず買うんですよ。自分でまず買った後で、それがその、コピーするのはいいんですけど、他の人が買ったものを自分のためにコピーするのはダメです。もちろんね。はい、お金を出してちゃんと自分のものになったもの、それを自分のためにコピーするのは大丈夫なんですけどね。はい、あとはその作った人に許可をもらうということです。その教科書を作った人に、私の学校で使いたいので、例えば30部ね、コピーしたいんですけどいいですかと言って、そしていいですよと言われたら、その教科書を使うことができます。でも、そのためにはその教科書を作った人を探して連絡しなければいけませんよね。ですから、これもそんな簡単ではありません。
はい、まあ、それでですね、最近はこの OER というものがとても注目されています。オープンエデュケーショナルリソーセスですね。これは勉強のために自由に使える教材とか資料のことですね。まあ、ここでは教科書って書いてありますけど、その他にも授業のプリントとか動画テストとかそういうものですね。日本語教育の世界で有名なのは彩りですよね。彩りはウェブサイトに PDF と、オーディオファイルが公開されていて、それが自分でダウンロードすることができます。つまり自分でお金を払わないでコピーしてもいいわけですね。はい。でもこれが丸ごととかはそういうことができません。丸ごとの教科書を勝手にコピーして配ったりすることはいけないんですね。でも彩りはそれができます。ですから彩りは OER と言っていいでしょう。で、どういうことがいいことかっていうと、まあ、そうするとね、丸ごと買えない、そういう人にも彩りだったらダウンロードして使うことができます。それからその自分でね、同じような教科書を開発しなくていいというのもありますよね。ですけど、ちょっとね、まあ、彩りもそうなんですが、彩りもこれはしてはいいですけど、これはしてはいけませんというのがすごく詳しく書いてあるんですね。なので、それを見なければ、ちょっとあとね、見てもね、ちょっと、この場合はいいのかなと思ってしまう時もあります。で、それをね、もっと分かりやすくしたのが、このクリエイティブコモンズというものですね。はい。で、これ、クリエイティブコモンズっていうのは、そのライセンスの名前でもあるし、団体の名前でもありますね。作品とか教科書、それをもっと自由に、使えるようにするための団体って、ここには書いてありますね。で、いろいろな種類のライセンスがあります。実は皆さん覚えていると思いますが、このコースに参加するときに、このコースで作った教材は、この CC BY、CC BY で、共有しますというところにチェックを入れてもらいました。チェックを入れないと申し込めないようになっていますので、申し込んだ人はみんなこれを、CC BY で共有しますよというふうに約束してくれたということになっています。CC BY はどういうものかっていうと、そのね、名前ですよね。BY っていうのは、BY 村上とか、その村上ですよね。その BY ですよね。つまり、この教科書は村上義文によって作られましたというふうに、そういうふうに書かなければいけない。でも、それを書けば自由にコピーしてもいいですよ。それがこの CC BY というものです。それを作った人の名前が書いてあったら、コピーしてもいいし、それを売ってもいいんですね。売ってもいいです。で、しかもそれをちょっと自分の学校のために少し変えたいところがあったら、変えてもいいです。はい。編集してもいいんです。それが CC BY というものですね。はい。なので、皆さんが作る教材は世界中の誰もが使うことができるようになります。だけど、そのためには皆さんが皆さんの名前をね、書かなければいけません。そういう意味です。はい。じゃあね、どうして日本語教師にとってこの OER と CC が、クリエイティブコモンズがね、重要なのかっていうと、やっぱりたくさんのいろいろな教材が見つかります。で、それと他の人が作った教材を元にして新しい教材を作ることができますから、楽になりますね。とっても楽になります。あと、やっぱりその作った人とね、いろいろ交流ができるようになります。はい。これもとてもいいことだと思います。はい。で、その OER とかクリエイティブコモンズの教材も探し方が分かるととても便利ですね。この OER コモンズっていう、そういうウェブサイトがあります。で、この中で、そこに登録されている教材は全部この OER コモンズなので、お金を払わなくても使ってもいいものですね。はい。あとね、クリエイティブコモンズの中にも、そのウェブページの中にも、この CC サーチというものがあります。で、まあ、こういうところで日本語教材 OER とか、
あるいはその日本語教材 CC ライセンスとかね、こういうな言葉で、Google とかそういうのを検索しても見つけることができますね。で、その他に、国際交流基金のみんなの教材サイトというのがあります。ここでも他の人が作って、共有してくれている教材がたくさん紹介されています。はい、でそれからもう一つね、国際交流基金には日本語いいなというウェブサイトもあるんですね。はい、でここでは、ここではね、実はお金を払わないと使えないものも、この中にはありますが、でもお金を使わなくても、いや、すみません、お金を払わなくても使える、教材とかアプリとか、そういうものもここでたくさん紹介されています。はい、それではここのビデオはここまでになりますね。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。